くんちゃん徳さんの重箱の隅つつき。国本義弘です。徳です。あのね、いきなりなんですけどね、人と人との縁って不思議だと思いません？あら、不思議ですよ、ね、私と徳さんね、もう本当に不思議だと思う、うん、だってくんちゃんはそもそもがそれこそね、うん、静岡と縁がなかったわけでしょ。そう、鳥取で生まれましたからね、私、うんうん、で私は遅れて4年で同じ会社に入社をするわけですけども、うん、同期大学卒の男子だけで32人いたんですよ、うんうん、いくら希望してても放送現場に配属されるっていうことはアナウンサーと違って確定はしてなかったし、そう、アナウンサーはアナウンサー目的で就職試験を受けてるんでね、うん、でしかも、まあ、たまたま私は報道制作局っていう放送現場に配属はされましたけれども、同じ番組担当してなければ名前と顔は知ってる、話もしたことがあるくらいの程度で終わってたかもしれないです、2人は。あ、その可能性大だよ、うん、だってそういう人ってたくさんいるじゃん。いますよね、うんうん、ですからね、そういう意味でも本当にね、不思議だし、お互いにちょっとしたその流れの違いがあっただけでもね、今こうして2人で話をしてるってこともないかもしれませんし、うん、まあ、そういう意味からするとね、やはり2人っていうのは前世からなんかつながってんじゃないかというふうなことを思うんですね、うんうんうん、まあ、それこそ多少の縁ですよね、はい、ちょっとね、付け加えておきますと、まあ、今言った多少の縁というのは、はい、袖振り合うも多少の縁という言葉の一節なわけですけども、うん、はい、多少というのは多く生まれると書きますけれども、仏教用語なんですよね、うん、なるほど。人は何度も生まれ変わるという、まあ、いわゆる輪廻転生の考え方というのが、はい、まあ、仏教にもあって、その輪廻転生の考え方を多少という言葉で表しているということだと思います、うんうんうん、はい、袖振り合うも多少の縁というのは、道すがらですね、知らない人同士が袖を触れ合う縁、まあ、こういったことについても前世までの多くの生き様を経験している中でのものだというような意味になるわけですよね、うん、このことわざはそのものはですね、袖触れ合うと言ったりとか、うん、はい、あるいは袖すり合うと言ったりとか、いろんな言い方がありますし、多少、まあ、先ほど多く生まれると書くと言いましたけども、ええ、他に生まれると書く多少っていう字もありますよ、ね、なるほど、確かにね、うん、ニュアンス的にはちょっと違うかなという部分もありますので、どうかなというところはあるんですけども、数々の国語辞典でも認めたりしてます、うん、ただですね、多く生まれるを多い少ないの多少とするのは、うん、もうこれはもう完全に意味が違っちゃいますので、うんうん、明らかに誤用ということになりますから、ご注意ください、はい、論外です、うん、さてこの重箱の隅つつきなんですけれども、これまではね、基本的にうんちく系の話をずっとしてきたところが多いと思うんですが、はい、今回はですね、その多少の縁に結びつく、私が経験したいくつかのですね、不思議な縁について、多少それは多い少ないことですね、そうそうそう多少趣の違う話をしてみたいなというふうに思います。はい、わかりました。あの、私にはですね、高校1年と3年がクラスが同じになって未だに付き合っている友人 N がいるんですよ、うん、この N なんですけどもね、社会人になって2年目か3年目ぐらいだったと思うんですけども、正月にですね、2人でどこか初詣に行こうという話になって、ええ、ドライブがてら静岡県の西部にあります、まあ、西部というか浜名湖の上に宝庫寺という大きなお寺があるんですけど、でそこ行ってみようということで出かけたんですね、はい、でお参りを済ませまして、おみくじを引きましたら、なんと私は大凶を引いちゃったんですよ。大凶って引いたことあります、うん、僕引いたことがない、うん、今日もなんかあんまり仲いいような気がする、うん、で大凶だったんですよ、いやこれはまずいぞということで、まあ、このまま書いてしまったらちょっと後味が悪いから、どっか近くでもう一つあの再挑戦をしようとなるほどなるほどいうふうに思ってですね、うんうん、N に言って、ふとその近くで思いついたのがですね、豊川稲荷なんですよね。お、はい、豊川稲荷というのは愛知県ですから、そうですね、まあ、それなりに距離はあるんですけども、まあ、たまたま同じ会社のですね、部署で一緒になった2年後輩がですね、豊川稲荷の真ん前に実家があるっていうのを聞いてたんで、あ、そうなんだ、まあ、それでちょっと頭にすぐに浮かんだ、うんうん、先ほど言ったように愛知県ですから、ちょっと遠そうに見えるものの、三ヶ日インターから遠目に乗れば、まあ、比較的近いので、うんうんうん、まあ、それで行くことになったんですね。
豊川稲荷にお参りをしてから、後輩も正月だからうちにいるんだろうなと思って、まあ、そこから電話してみたらいるというんで、ええ、突然でしたけどもちょっと寄らせてもらったんですよね、うん、後輩のお父さんもその時はいらして、後輩のお父さんというのもですね同じ会社の大先輩で、それで高校も同窓でしたから、まあ、OB 会とかでお会いしたことがあったりして面識があったんですね、はい、なんとなしにですねお父さんとの会話が始まったんですが、徳のことは知ってるけれども君はどこの部署だっていうことで、まあ、友達の N の方に声をかけたんです、ええええ、私がそれで、いや実はあの彼というのは私の高校時代の友人で、静岡の浅間神社の近くにある S 銀行の長谷取支店というところに今勤めてるんですよと紹介をしました、はい、するとですね後輩のお父さんがですね S 銀行の長谷取支店か、私の甥っ子というのも S 銀行に勤めてるんだけど今長谷取の近くに住んでるぞっていう話になったんですね、うんうんうん、まあ、聞き流せば何のことはない話なんですけども、なぜかねそこで私ピンとくるものがあって、え私のおばも長谷取に住んでるんですよと言いましてですね、そのおばの嫁ぎ先の名字を言ったところが、なんとそれが後輩とはいとこ関係にある人物の家だったんです。そうなんだ、うん、まあ、どういうことかというとですね、静岡の長谷通りにある兄弟が住んでいると思ってください、はい、そのお兄さんの方に後輩のおばさんですからお父さんでいうと妹さんが嫁いでまして、うん、はい、兄弟の弟の方に私の父方のおばが嫁いでるんです。おーほーほーほー、まあ、ですから血はつながってはいないんですけども、うん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 、まあ、そこで遠い遠戚関係にあるのが分かったんですよね、うん、そうですね、 ね、うん、それもですね方向寺で大凶を引かなければついでだから豊川まで足を伸ばそうとも思わなかっただろうし、うんうん、あるいはそこで後輩がうちにいた、うん、でお父さんと話ができた、その前に私が N を連れて行ったということがまずあったのと、うん、N が S 銀行の長谷取支店に勤めていたというようなこととかもろもろいろいろとですね探っていくと不思議なことばっかりなんですよ。大凶ってさ、うん、結局その隣って大吉じゃないのって私は思ってるんだ。あ、だからものすごく割合としては少ないので、うんうん、それを引いたら逆に縁起がいいっていうようなことも言いますよね。そう、それも聞くし、うん、僕も引いたらそう思うようにしようとは思ってるよ。引いてこないぞ。でも残念ながら引かないんだね。だからなかなかね運が向いてこない。そうですね。で言い忘れましたけどね、はい、まあ、起死回生を狙って引いた豊川稲荷のおみくじですけど、うん、どうだった？なんと大凶だったんです、うん、いやすごい。それ本当に運がいいと思うよ、うん、だからね、うん、その年何か悪いことがあったかというと特に思い当たることはないんですよね、うん、あのもしかすると、まあ、大凶2本引いたおかげで無意識にいろいろと注意をして行動してたということがあるのかもしれないですけどね。それはあるかもね、うん、実はですね、その後輩との関係で言いますと後日談がありまして、ええ、話に登場したお父さんは結構早くにお亡くなりになったんです、うん、通夜の席でですね毎年我が家の庭を手入れしてくれている植木屋さんとばったり会ったんですよ、うん、個人とどういうつながりがあったのかということを聞いたらですね、ええ、亡くなったお父さんのもう一人の妹さん、うん、ですから後輩のまたもう一人のおばさんですよね、うんうん、その旦那さんだったんです。名字が違うんで知る由もなかったんですけども、うんうん、そんなとこでもつながっちゃったんです。あ、そうなんだ、不思議だね、うん、本当に、うん、さてね、その年だったか次の年だったか、その同じ友人の N がですね信州の女の子もよく泊まりそうなペンションに行こうよっていうことを言い出しまして、ええ、まあ、2人ともまだ独身でしたから夏休みを利用してね信州の白馬にあるこじゃれたペンションに1泊2日で行ったんです、はい、案の定ですね期待にたがわず年頃の女の子たちが多くいましてですね、うん、中でも未明麗しい6人組が目に留まったんですね。ほうほうほう、じゃんけんをして負けた方が声をかけると、うん、ということになりまして、うんうんうん、楽しそう。じゃんけんをしたら私負けちゃったんですよ。まあ、それで仕方なくですねどちらからいらしたんですかなんて聞いたらですね、うんうん、相手もね急に聞かれたんでびっくりしたんでしょうね、うんうん、金沢ですとかいうことで答えてはくれたんですけども、うんうん、話はそこから進まずに、うん、まあ、結局お互い部屋に戻ってしまったんですよ、うん、たらですね N がですね何やってんだよっていうことで言われもないバッシングをね私に向けてきたんですけども
翌朝それぞれテニスラケットを持ってきているということを知った、うん、そのペンションの奥さんがですね、うん、取り持ってくれてみんなでテニスをすることになったんですね。最後にみんなで写真を撮りまして、それで代表の女の子の住所と名前を聞きましたんで、うんうん、その人数分写真を送ってあげて、以来何度か手紙のやり取りはあったんですが、まあまあ結局ただそれだけで終わってます、うん、その後ですね2人とも結婚をしましたけれども、友人 L の奥さんの高校時代の親友 H さんという女性がいましたね。その H さんが石川県の野々市というところに嫁いで行ったところから話が急展開をするんですね。実はその H さんというのはですね、私が担当していた番組で電話取りのアルバイトをしてくれていた女性なんですよ、うん、あ、そうなの、うん、地元の大学に通ってたんで、うん、その時代にね、うんうん、H さんがですね L の奥さんの親友っていう、そういうことも後になって知ったんですけれども、何年かしてですね、その H さんというのが子供が幼稚園に通うようになりまして、そこでママ友になったのが、なんと野々市に同じように嫁いでいた白馬六人娘のうちの一人で、代表で私とやり取りをしていた女性だったんです。そうなんだ、うん、H さんがおそらくですけども、どこの出身とか聞かれて静岡っていうふうに答えたんでしょうね、うん、そしたら、え、昔白馬で知り合った人っていうのが静岡の人で、うん、放送局に勤めている徳っていうのと、うん、それから銀行に勤めている N っていう人だっていう、おそらくそういう話になったと思うんですよ、うんうんうん、え、私もしかしたらその2人知ってるかもと、うん、いうことで話が進んでいったようなんですけどもね、うんうん、でもね、静岡県と石川県がそんな形でつながります？ねえ、普通は考えにくいけど、うん、あ、でもあるんだね。でもう一つね、不思議な縁の話をしますね、うん、で私の妻にはですね3つ年上の姉がいるんですね、はい、結婚相手の愛さんというのもですね、その姉と同い年で、私からしますと一つ年上の夫婦ということになります、うんうん、妻の実家は木工関係の商売をしていますけれども、ある時に会社設立何十周年かのパーティーを開いたんです、はい、これにはですね、私たちだけでなくて親も招かれまして、同じテーブルに席を並べたんですが、私も愛さんも父親を早く亡くしているので出席したのはどちらも母親です、うん、結婚式の時にはね、義理のその兄弟の親までは呼びませんから、ね、その時が愛さんのお母さんと会うのも初対面だったんですけども、うんうん、母がですねそわそわしてなんか落ち着かないんですよ、ええ、どうしたのか聞きますと、まあ、それで決心がついたのが、いわら義理の兄の母親に向かってですね、もしや愛さんっていうふうに話しかけたんです。どういうことかと言いますと、私と義理の兄愛さんの父親というのは生前ですね、妻の父親と同じような木工関係の仕事をしておりまして、2人は同じ木工店で修行した兄弟弟子同士だったんです。へ、母親たちというのは、まあ、そこでね二十数年ぶりに再会をしたそうですけども、うん、その木工展というのはですね、毎年従業員とそれから家族が参加する熱海旅行っていうのをやってくれていまして、うんうん、両方の家族が一緒に写っている記念写真があるはずだというんで、家に帰ってからアルバムを開いてみましたら、確かに私が1歳の時の旅行でですね、義理の兄とは母親に抱かれた子供同士で並んで写ってたんですよ。今写真をねちょっと拝見してますけども、うん、まあ、ちょっとたくさんいらっしゃるんでわからないんですが、ここに2人、母親に抱かれている2人が今義理の兄弟ですよ。あ、そうなんだ、本当に縁ってすごいな、ね、え、うん、もう一つ話は飛ぶんですが、私の次女の結婚相手というのが西伊豆の出身でして、はい、ご両親はどちらの方にお住まいなんですね。お父さんには兄弟のようにして育った優さんという親戚がおりまして、2年ほど前の話になりますが、その優さんがですね西伊豆の家を訪ねたそうなんです、うん、その折にお父さんからですね、息子が三島のラジオ局にいる徳という人の娘を嫁にもらったと、うん、いうような話を聞かされましてね、うん、初めてそのことを知った優さんというのは大層びっくりしたそうなんです、うん、なぜかというとですね、うん、
ゆうさんというのは私が勤めていた三島のコミュニティ FM 局で監査役をお願いしていた方で、当然私とも実行の方だったんですよ。あ、なるほど。静岡県の東部にはですね、知り合いはいましてもね、娘の結婚までは深くつながるような人は皆無でしたから、うん、まあ、とにかくね、私にとっても大変な驚きでした。いや、すごい、なんだかあれだね、うん、徳さんってなんかそういう縁をこう結ばれるっていうのかな、そういう運命なんか意図の中にあるのかなっていう気がするな、その話聞くと。最後ですね、私自身の話ではないんですが、先ほど登場した後輩と同期で同じくディレクターの A がですね、大学時代に通学途中でよく見かけた女性に恋をしまして、ある時に思い切って呼び止めて付き合ってほしいということでプロポーズをしたそうなんですね、で残念ながらね、困るとか言われて、恋の話っていうのは儚く消え去ってしまったんですが、なんと A が入社をしてきましたらですね、その女性が同じ放送部門の編成局というところにいたんですって。まあ、まさしくね、そこまで聞くと縁は否ものはじなものなんですよね。そうだよね、じゃあロマンスそこでできたかな。残念ながらね、 A とその女性というのは仲を進展させるということはなくて、まあ、味なものには なかったということです。ちょっと残念、そんなわけでですね、人と人との不思議な結びつきの話はいかがでした？ご紹介した人たちに限らずにですね、私がお付き合いをしてきた全ての人たちというのは、絶対にどこかで前世でつながってるんじゃないかというふうに思えちゃうんですよね。あ、なるほどね、分かる気がするな、だからもしかするとくんちゃんとは前世で兄弟あるいは親子だったかもしれないですね。それ否定できないね、当然私の方が兄あるいは親だったと思いますけどそれも否定できないね今日もお父さんすいません、ありがとうございました。どうも、はい